コースに入るなら必要な数だけ優勝カップを集めてワープ床をオンにしろ。優勝カップは出場できる他のレースで1位を取れば手に入る。制限時間内に全てのパワーストーンをゲットするんじゃ。成功すればいいことはあるぞよ。ボスと勝負するならこのエリアにある4つのコース全部で1位になるのだ。 きついカーブを曲がったり急な方向転換にはハンドルを切ったままブレーキボタンを押してブレーキングドリフトだ。コースにある CTR という文字を集めて一着になれば CTR メダルがもらえる。しっかり探して見つけ出すんだぞ。ボースの持っている鍵二つがないと進めんぞ。さっさと四つのコース全部で一着を取ってくるんだ。 ボスにレースで勝利すれば、鍵はお前のものだ。ここがアドベンチャーエリアだ。ここではあちこちを旅しながら運転の練習ができるぞ。マップに出る点や星のマークはコースの入り口だ。ピカピカしてれば、そこのレースに出られるということだ。準備が整ったら、ぐるぐる渦を巻く光の柱に入り、ワープ床でスタートラインにしとったみだ。 1>, 1位になれば優勝カップが手に入るぞ優勝カップを集めれば他のコースにも行けるようになる良いな必ず勝つのだぞカラーダイヤチャレンジをするには同じ色の CTR メダルが4ついる4つのコースの総合ポイントで勝者が決まるのだジャンプターボはやっておるかドリフトボタンで大きくジャンプして着地するとターボでダッシュできる ジャンプ直前にドリフトボタンをタイミングよく押せばうまくいくぞここではロードとセーブができるこの世界のあちこちには全部で5つスクリーンがあるのだ覚えておくがよいセーブやロードをするときはこのスクリーンの前で車を止めて指示に従えマップに出る点や星のマークはコースの入り口を表してるピカ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 してればそこのレースに出られるぞ喜び。 新しいエリアが登場したから新コース4つでレースできるんだ。油断するなよ。この先はボスの持っている鍵が必要だ。さっさと4つのコース全部で1着になり、ボスとのレースに勝利するのだ。わかったなドリフトはやっておるかハンドルを切りながらドリフトボタンを押しっぱなしにするのだ。忘れるな ここではできるだけ早く走るんだ。タイム箱を壊すと数字の分だけ時計が止まる。コースごとに決まったタイムより早ければトロフィーがもらえるぞ。このコースを走るにはタイムアタックのトロフィーがたくさんいるぞ。爆弾箱をかぶってしまったら左右のドリフトボタンを連打しろ。何度もジャンプしていればそのうち箱を振り落とせるだろう。慌てるなよ。 ドリフト中にマフラーから出る煙が黒くなったら、パワースライドボタンでターボ、ターバー、ターベスト。ただしタイミングが遅れるとバックファイアしてドリフトからやり直しだぞ。マップに渦を巻く光の柱があるだろう。レースに出るときはそこに入れ、スタートラインにひとっ飛びだ。1位でゴールすると優勝カップが手に入るぞ。優勝カップを集めれば他のコースも解除される。ほらほらさっさと行け リンゴを集めるたびにカートが少しずつ速くなる。10個集めるとパワーアップして持っているアイテムも強力になるぞ。試してみるといい。最初のカスタマイズアイテムだ。これがあればキャラクターやカートの見た目を変えられるようになる。ポーズメニューから試してみろ。いいぞ。タイムトロフィーだ。鍵を手に入れたか。でかしたぞ。 ご苦労だったなカップを手に入れたぞ見事にやったな !CTR メダルを手に入れたぞカラーダイヤではないかきっと良いことあるぞボスの鍵が四つ揃ってないようだなボスたちに勝利して鍵を手に入れ、この扉を開けに来いオーキサイドと対決できるぞおいそっちじゃない